ハリー・キーン、暴れ散らかしてけ、シュ、もう、まあ、普通ですよね。もうレバンドスキーがいなくなったところに類似タレント来たって感じだから。それはね、あの戦力差あって、相手がスペースくれたら点取るだろうっていう。だからもう、ドルトムントがね、テルシチずっと続けさせてんのがもう、きついからね。バイルの相手に一番ね、フールドアップ苦手なバイルにね、カウンターで一番美味しいとこを与えてるみたいな感じだから。未来より虫原使われるのは、ウーパーやキムの雑な縦パス無理やり収められるからですかまあ、それ含めて全体的なあれで質ですね。うん。 ミラーだったらできないプレーをたくさんむしゃらできるし、守備もやるからね。ミラーだったらそこ突っ込んでるなとかそういうのはあるけど、でも今のバイルのサッカーって別に配置整ってるわけじゃないし、結構そういう無理な縦パスだったりとか。か今回ドルトムントと戦って、ボール持ってる方が弱くなるサッカーだったんですどっちのチームも。ドルトムントの方がまあ、5エリア取ってとかやってるけど、無駄な中でのパス交換多いからカウンターすごい食らって、バイルンはそのスピード乗った攻撃得意だから、あの、失点しちゃうみたいな。 で逆にバイエルンは、スピード乗らない状態の攻撃だと、横振りが遅かったり、アルフォンソ・デイビスとサネとキム・ミンジェのところつながってなかったりとか、マズラウィが上がりすぎたりとか、いろいろあるから、だからバイエルンは CL になって、相手にボールを持たすサッカーを長い時間できたら強いと思うけど、CL でボールを持たされたら、まあ、やばいなって思いますね。でもキム・ミンジェ前より全然良くなった感じですよね。パメカのもボール、ボコボコ浮いてたのかね、滑らせるパス多くなってきたしね。 いや、はかれを奪えるの。その二人はやっぱりヒヤヒヤするな。でも他がいないでしょう。かゴレツカセンターバック見たいなと思いますけどね。ゴレツカもね、いいアシストのアシストしてたしね。で、デリフトも別にめっちゃ頭いいかって言うとそういうわけじゃないからね。逆になんか誰センターバックありじゃないみたいなあったら教えてほしいですけどね。フォアティングに短期契約みたいな話。うん。全員、周りを動かせるタイプじゃないんですよ。デリフトも。ウパメカのも、キム・ミンジェも。 若干デリフトかなぐらい。でも、デリフトと、キム・ミンジェとウパメカノの,の、そのスピードとか身体能力の無理効き,き加減考えると、ちょっと、その周り動かせるデリフトよりは、周り動かせなくても水際防げる二人ってなるのは自然ですね。ハンジェフィリックの時だったか、キミヒアラバでセンターバックコンビ組んでたのが、絶対判断間違いやんって思,っ思いました。ねだからもう、圧倒的に支配する日ならそれでいいですけどね。キミヒだと、ぶち抜かれると思いますからね。とか、上から叩き込まれるとか。 君比が嫌だと思いますしてね。テールなんでチェルシーやってた時みたいに配置整えないですか、まあ、整えられない可能性もありますね。マズラーウィーとアルフォンス・デイビスだと。とか、あのディフェンスラインだと整わないっていう可能性あります。迂回経路作ってちゃんと配置整えさせるって簡単じゃないですよ。選手が感覚でやってたものを変えなきゃいけないんで。だって、チェルシーにはね、アスピリクエータいてチェアゴシューバイだからね。 気が利く普通の子よりあんま聞かないけどめちゃくちゃ巨乳で美人の子だったらそっちと遊びたいみたいなあるでしょ。それがキム・ミンジェとデリフトの差みたいな感じ。え、テルセンターバックやったことあるのボランチは君ヒ戻ってきて君日ライまで行けない。ゴレツカセンターバックが一番ボランチながらあるから。ただか列ゴレツカも嫌がるよ。普通嫌がるよね。ボランチはセンターバックやろうっていう。控えの状態で試合出れないぐらいだったらセンターバックってなるけど。またバイルンはね。 あらばいなくなって、あらばみたいな選手欲しいなっていう話じゃん、今のって。頭いい選手じゃないときついよ、みたいな。で、レバンドスキーいなくなって、レバンドスキーみたいな選手いないから点取れないよ。で、ケイン取ってきたじゃん。そうだ結局、なんていうのかな、歴史繰り返してるというか、バイルン、フレンキー取って、ゴレツカと組ませるの見たいですね。センターバックからもう、まあ。ありなんだけど、行かれてる人だと思いますよ。 でリフト無理聞かせるっていう能力で言うと頭打ちですかだ頭打ちというかねウパメカのキム・ミンジェがね史上トップクラスですからねそこの能力はああミラーセンターバックできそうな確かに <laughs> もう前後入れ替えたらなんか強くですあ確かにキム・ミンジェも点取りそうだしなそうあのケインってさタイミング考えて降りてきてその降りてきてる選手け降りてきてるケインにケイン降りてきます捕まえようとしますこの空いたところのソン・フンミンがあるじゃん ここで受けて失わずにグラン出せるんだよ。これをね、リシャルリソンじゃできないから、タイミングも悪いし失うし、そこよね。リシャルリさんあの、不器用なミラーというか、守備とか頑張るんだけど、いろいろちょっと足りてない感じ。深くまで落ちるの好きだって先日の試合がはっきり言ってました。ああ、バイルの。あの得点素晴らしかったっすね。 いくらデザインしても最後点取れーなーところにちゃんと点取れる人来たら、それはトゥエルアンぐらい喜ぶよな。ケインの代わりできる選手はレバンドスキーです。ルイジ・タレント探してきた感じです。レバンドスキーいなくなってできなくなった攻撃をレバンドスキーみたいな選手でやれるようにする。そうレバンドスキーよりケインの方が落ちてくるのは落ちてくるんだけど、同じことできる人って言われたからそう答えました、ね。レバンドスキーもあのスローインとかのボール胸ト取らて逆サイドにボールで振ったりとかするから。だからレバンドスキーもケインも イーストライカーってさ、あれなんだよね。テントレールってサッカー上手い選手になるんだよね、普通に。一番プレッシャー激しいところでさ、みんなが塞いでくるところ、塞いでくるところをさ、こじ開けなきゃいけないから。孫悲妃のトップどうだう昔見た時そんな良くなかったけど。あれでもあれ県いない時孫悲悲トップで良かった時期あったか剣いないけど孫ミンがトップでなんとかしてた時期もあったよね。もうリシャルリソンのトップよりは孫ミントップでペリッチョンは見たいけど、でもリシャルリソンにかけた金とか若さとかで言ったらね。 あれど、孫悲民トップって全然ダメだったっけなんか孫悲民トップで頑張った時期あったよね。あ、そう、で、孫悲民トップで結構良くて、で、最初ね、ケインと孫悲民がそんな上手くいかないんじゃないかみたいに言われた時期あったんだよ。そう、ケインがアシストマシンになる前に、孫悲民とそんなに相性良くないなってされてた時期があった。 いや、ジョレンテはね、なんか、権威ない時のトップみたいな感じだった。結局、ジョレンテもあの、もう一人いたじゃん。オランダから来たさ、ヤンセンだっけあの辺とか結局はあんまハマんないんだよね。なんか、なんかスクランブル状態の時に使ったりはするんだけど。いや、権威なくなった時の古橋ね。取ったしいけどな。いや、そしたら最高だよ。スパーズとリワプールと、アーセナルに日本人がいんの。シティ、ユナイテッド、チェルシーがおかしく見えてくるもんね。こんな日本人になっんすよ。日本人は普通に質悪い。撮ったしいよね。そうだなだ、三笘シティ。 で、チェルシーに、前田大然行って、ユナイテッドにアーセナルいたもんな、でも。そう、ブライトンにね、認笘いたら、古橋いたら点取りそうだね。若干エンバペ感あるもんな、古橋も。もう、全クリしたのスコットランドリーグっていう、その。全クリしたけど、まだやる、そのゲーム。ケインとリシャルリソンって、リシャルリソンの方が身長高いんだね。で、コンテは仕事できないやつに厳しくて冷酷だったからね。そういう点で言うと、ポセゴグルーノがこういう、ね、なんかこう、スクール、 ウォーズ感というか、今の子的に言うとう、なんだルーキーズ感か。ルーキーズも古いんだけどね、そういう青春熱血マネジメントの方が良さそうっすね。で、もうハーランドだと、もうここに出てくスピードがよくてデブライのクロスもあるから、これ警戒して相手下がるから、より一層ここのね、シティの選手たちが使いたいスペース使えるっていう、あの、ポストプレイ的な空中戦はそんな強くないんだけど、サイドから来たボールの空中戦は結構決めるから。 で、今の弱点で言ったら、ケインとかレバンドスキーとか、ああいう、あのレベルの選手に比べると、ポストプレーがそんな安定しないですよね。オバメアンほどじゃないけど、だから、収めて両サイドに長いボール蹴るとかはできないから、でもそれも伸びそうなんだよね。なんか、ポストプレーの仕方的に、上手い選手って、こうポストプレじしない。前も言ったみたいに、こう、体の横幅使ってやるみたいな。だから、ラカゼットとかそうじゃないですか。体ちっちゃいけど、収められるのって、その横幅使うから、ルカクとかもやるじゃん。ルカクはなんなら前向ける時にこれやってる時なんだけど。 そういうので、まあ、ハーランドが、も、ま、う、あ、より一層、で、その辺とかペップ教えるの上手いでしょそう。ケインに関しては、ハーランドほどの、なんていうんですかね、この、上下の、まあ、あの、守備ちゃんとするんだけど、あの、攻撃の時に前に出てくダイナミックさとか、ないというか、あの、ないわけじゃないけど、まあ、抑えながらプレイしますよね。あの、そのフ眠ミンを使うから。から周り使うんだったら、ケインの方が上手いと思います。ただ、なんか、この、破格の感じだから、あの、バスケでいうレブロン・ジェームスみたいな感じ。 でちょっとね、あとは、ま、ハーランド、ああいう見た目でヒールっぽいんだけど、真面目なんだよね。酒も飲まないらしいし。ハーランドのあの真面目さっていうのは絶対スカウティングしてるから、もう、ペップ、イブラとかの失敗でもう、ペップが取ってくる選手ってね、そこちゃんとしてるじゃないですか。真面目そうな選手取ってくるし、そうじゃない選手出すしね。お父さんもシティエなんでこうにってニッコリしてそう。ね、お、お父さんがね、あの、ユナイテッドのね、ロイ・キーンに怪我させられてね、それ自伝でね、わざと怪我させてやったみたいな、そういうね、歴史のある選手だから。 シティ選んでユナイテッドをね、コテンパンにする息子みたいでしょうね。そうそうそう。あの、ハーランドもともと不器用から成り上がってきたっていうか、だから身体能力は高いんだけど、あ、そうそう。だから足元が結構固めだったのよ。そうそう,そう。そバリり方だったんだけど、今結構柔らかいんですよね。タッチとか。いや、だから本当にあの、懐に置いて、軸足に置いたドリブルあんなできた選手はないと思うんですよ。多分、ハーランド戦で見てる人、あのドリブルびっくりしたんじゃないかな。で、守備ちゃんとやんのあのね、守備のタイミングがいい。 ちゃんと中を押さえて前に出てくるんだけど後ろの選手スライドしてないときはちゃんとボランチを押さえてて後ろの選手がスライドできたりとかもうパスを自分のマークしてるボランチに出せないタイミングになってから出てくるからその守備のね頭の良さもあるんですよねえ最後まで聞いてくれてありがとうございますよかったらいいねチャンネル登録して帰ってくださいまた一緒にいろいろサッカー界の話を中心にしゃべりましょう。でした。バイバイイ。